さて、ゴールデングローブ賞最優秀作品コメディミュージカル部門はボージャックホースマン、僕の友達だ。彼の本、一芸に秀でたお馬です。ボージャックホースマンはこれが初の受賞です。そしてポール・マッカートニーと殴り合いになって退場となった1992年以来、初めてこの場へ登場したことになります。どうも、光栄です。ハリウー外国人記者に感謝します。まあこの本はコメディでもミュージカルでもないんだけどね。それに皆さん本当に投票する映画見てるんですか？これは本であって映画じゃないってこと分かってます？友達なんだ。とにかくこの本については反響がものすごくて、ここ3ヶ月ほどは驚きの連続でした。いろんな人から本当にこんな個人的な本を出すのかって聞かれたけど、僕はこの本を読んで共感してくれる人がたった一人でもいればそれでいいって言ったんです。みんなそれを勇気があるって言うけど、俺が思うのは、まあみんながそう言うなら、そう、俺は勇気があるんだろうなってことで、俺の店でパーティーだ。